ごきげんようです。時刻は午前6時、私たちの乗車しているサンライズ出雲号は、姫路、岡山間を走行中です。朝早く起きて、空いている洗面台を使って、顔を洗うぜ。昨日の上野東京ラインの遅れと、東海道線の踏切点検で、約15分まで拡大していた遅れは、姫路駅出発時点で、約5分まで縮まっています。岡山駅では、降りる人も多くて、洗面台は混み合います。それに、あるイベントがあるので、ぜひ早起きして見に行きましょう。そのためにも、早めに身支度をしておかないとな。岡山駅でのイベントとは、東京から一緒に走ってきたサンライズ瀬戸号と、サンライズ出雲号の切り離しです。先に出発する瀬戸号よりも、編成の後ろ側の出雲号の方が、切り離しをゆっくり見れます。今回は、出雲の先頭車、8号車が取れたので、一番有利ですね。岡山駅到着の15分前、連結部分のドアが閉ざされました。これ以降は通り抜けができなくなるので、車内見学をする際には、気をつけましょう。6時32分、約5分遅れで岡山駅に到着です。やっぱり乗り換えで降りる人が多いんだな。岡山駅の停車時間は、約7分、駅弁を買いに行くことも可能です。でもせっかくなので、切り離しを見たいですよね。ということで、行ってみよう。本日は少々遅れて到着しております。サンライズ瀬戸号高松本木駅を引き続きご利用の皆様、切り離し作業終了後すぐに発車いたします。なおサンライズ瀬戸号をご利用の皆様、サンライズ瀬戸号発車後すぐに発車いたします。引き続きご利用の皆様、お乗り遅れやお乗り間違いがないようご注意ください。
が終わるとサンライズ出雲号が発車です。車内に戻りましょう。サンライズ出雲号出雲地域を引き続きご利用のお客様、信号開始で発車いたしますので車内にお戻りください。サンライズ出雲号出雲地域引き続きご利用のお客様、信号開始で発車いたしますので車内にお戻りください。列車は岡山駅を発車しました。ここからは7両編成で走ります。岡山から終点の出雲市までの所要時間は約3時間半。瀬戸内海を渡るサンライズ瀬戸に対してサンライズ出雲は山の中を走ります。次の倉敷までは引き続き山陽本線を走ります。ここで朝ごはんにしましょう。ラウンジに行って昨日東京駅のベーカリーで買ったパンをいただきます。
白尾線を走ります。大きく右にカーブして、今まで走ってきた山陽本線を離れました。雨ですが、だんだん窓の外が明るくなってきました。出雲方面へ行く皆さんが起きてきたのか、ラウンジが賑わいを取り戻してきました。列車は高橋川に沿って北に向かって走っていきます。外には山陽自動車道と山陽新幹線の高架が見えますね。だんだん山の中に入っていくな。この先川が右へ左へと蛇行しながら流れ、窓の外には目に優しい渓流の風景が広がります。高橋を発車しました。これから終点の出雲市まで単線区間を走ります。岡山県の平野部分も終わり、これからは車窓に山が迫ってきます。お待たせいたしました。三大部出雲号出雲市行きです。次は新見です。新見の次は米子に止まります。
口は右側4番乗り場に着きます。人数乗りのお客様お早めにご支度ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく新見です。新見の次は米子に停まります。 Attention please. We will soon be making a brief stop at 新見。After leaving Niimi, we will be stopping at Yonago. Niimi 駅に到着です。距離的には、岡山と米子の中間あたりですね。地図で見ると、ちょうど中間あたりにあることがわかるはずだぜ。この駅では、姫路で分岐した、紀新線が合流します。This is the Sunrise Izumo bound for Izumo City. The next stop is Yonago. After leaving Yonago, we will be stopping at Yasugi.JR をご利用くださいましてありがとうございます。この列車が次に通過いたしますトンネルは神田峠を貫くトンネルです。失礼しました。地元ではこの峠を神田ダムと呼んでいます。岡山県と鳥取県をまたぐトンネルであるとともに瀬戸内側の高橋川水系と日本海側の日野川水系の分水流でもあり、列車に向かって流れてきた川の流れが列車と同じ方向へと変わります。トンネルを出ますと真備線で最も標高の高い駅上岩見駅を通過いたします。上岩見駅の標高はおよそ446メートルです。分水流のご案内でした。JR をご利用くださいましてありがとうございます。ただいま右側に高くそびえて見えます山は国立公園の大山です。高さ1709メートル、中国地方の最高峰として知られ、その姿の美しさから別名ほうき富士と言われています。
多くの登山客に親しまれ、頂上からの眺めは雄大で、よく晴れた日には遠く日本海の方々、沖ノ島を望むことができます。国立公園大山のご案内でした。ありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。あとおよそ7分で、米子です。お出口は左側、2番乗り場に着きます。米子を出ますと、次は矢継ぎに止まります。米子で降りの客はお早めにご注意ください。乗り換えのご案内をいたします。山陰線、矢継ぎ、松江方面、各駅に止まります。普通電車、西出雲行きは9時36分。着きました、同じ方向に向かうのは3番乗り場です。倉吉正面、普通電車、倉吉行きは9時25分。階段を上がりまして、5番乗り場です。特急スーパーマスター06号鳥取行きは9時50分。階段を上がりまして、1番乗り場です。境線、五島弓ヶ浜、与那国空港方面、普通列車境客行きは9時30分。階段を上がりまして、0番乗り場です。ご乗車ありがとうございました。まもなく、米子です。お出口は、左側、2番乗り場に着きます。およそ7分遅れの米子駅に到着となりました。今日は松江出雲地区東京駅に乗りまして、列車が降りまして、皆様には大変ご迷惑をおかけしております。ご案内いたします。続いて、米子市のご案内をいたします。米子市は、中海と日本海に面した鳥取県西部の商業都市で、古くは、大きな国18万の城下町として栄え、現在も観光の拠点となっています。海に湯が湧く海底温泉、白鳥や水鳥が飛来しています。水鳥公園、昔の面影が残っている鴨川周辺、そして京都最大級の川の湾、鳥取花海岸など見どころがいっぱいです。また、米子市の北側にある境港都市は、日本でも有数な漁獲量に失礼しました。漁獲量を含む港町です。駅前には境港周辺で、ゲゲゲの鬼太郎などで有名な漫画家、水木しげるの記念館や、水木しげる像があり、たくさんの妖怪オブジェが迎えてくれます。境線の各駅には、全国でも珍しい妖怪の暗証明がついています。鬼太郎列車、妖怪たちの会議に参加。詳しくは駅員係員に伝えてください。米子市と境港市のご案内でした。ありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。まもなく与那子です。与那子の次は矢継ぎに止まります。Attention, viewer. We will soon be making a brief stop at Yonago. After leaving Yonago, we will be stopping at Yasugi.9時11分、約6分遅れで、米子に到着です。途中、観光名所の車内放送をしてもらえるので、車窓で見た風景に詳しくなれて、旅の良い思い出になりますね。特急に乗ると、単なる移動だけじゃなく、移動中も楽しめるサービスがあっていいよな。列車は終点、出雲島で山陰本線を走ります。ここからは、また違った風景が楽しめるのですが、それは次回にしましょう。それではまた、旅を楽しみましょう。次回は、終点、出雲島でと、出雲大社観光にお連れしますよ。